はいどうも白滝です。今回の動画は来週のですプロスペースの流れ、外国人 OB は、ね、いつ登場するのか、まあ、イベントね、まあ、どういった、ね、日数のイベントが登場するのか、まあ、これらについてね話していこうかなと思います。まあ、ぜひともね最後まで動画を見てもらいまして、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでまずはじめですプロスピマーケット、まあ、これのですね報酬ね、どの順番で取っていけばいいのか、まあ、軽くね解説していこうかなと思います。プロスピマーケットの報酬の方になりまして、無課金美課金者はですね、このね、マニーを集めるときは必ずリソースをしてください。まあ、エナジーをですね、そんなにね、消費せずにマニーをね、獲得することができるので。あとは V ロード、試練、チャレンジカップ、どれかをですね、8回ね、やってもらいますと、チケットをね、獲得することができます。まあ、これね、ミニゲームによって大量のね、マニーを獲得することができるので、まあ、これね、必ずやっていってください。ショップの方になりまして、無課金美課金者がですね優先的に取る報酬としては、まあ、1位がですね S ラン契約書になります。オーダーを強化していくには一番ね最高のレアリティ S ランクの選手がね必要になってくるので、まあ、これね優先順位1番になります。で2番目がですね S ラン確率 10% 契約書、まあ、これね取ってください。で3番目がエナジーになります。こういった順番でマニーとアイテムね交換していってください。残りのアイテムも無課金美課金者にとってね重要なアイテムなので、まあ、このね優先順位のね参考終わった後、まあ、時間がある方は、これは全てね全部取ってください。まあ、その時にエナジーを割るのかって言われれば、まあ、そこはエナジーね割っていいと思います。以上が、まあ、プロスピマーケットね、まあ、簡単な解説でした。ということで来週のねプロスピエースの流れやっていきましょう。はい、ということで今現在のねアップロード時が9月18日の17時15分になりまして、まあ、この18日に更新情報はねないと思います。プロスピエースは土日にね更新することはめったにないので、まあ、この18日は、自然回復か、まあ、自然回復でイベントねやっていってください。19日も同じく特にね、まあ、更新情報はないと思います。まあ、ここもですね自然回復でイベントねやっていってください。9月20日になりまして、この日は月曜日、そして敬老の日で祝日になります。月曜日はですねプロスピエースのサブガチャ、バリュースカート、シンクロスカート、まあそういったですねガチャがね来ることが多いんですけれども、まあこの20日は、まあ来ないと思います。今現在ですね福袋がね開催されている中、まあ、サブガチャの更新は、ないと思います。他の更新情報、例えばですねスピリーグ、まあそういったね情報が来たのであれば、まあその時にまたね動画でまとめていこうかなと思います。次の日9月21日火曜日がね重要でして、ここでねイベントが終了してイベントが更新されます。生放送や動画のねコメント欄でも多かったんですけれども、外国人 OB、まあ、これがですね21日に登場するのか、外国人 OB とかね OB シリーズ、 TS シリーズ、こういったですね月末に開催される限定ガチャ、これにはですね条件があります。その条件とはガチャとイベント、これがですね同時に更新されます。月末の限定のねイベントをやった方ならわかると思うんですけれども、ランキングというものがあります。まあ、そのランキングをね走る上でボーナスパーセンテージ、ガチャで引いた選手のねレアリティによってボーナスパーセンテージが違いまして、まあ、そのボーナスパーセンテージが付与されて、まあ、ランキングを走る、そういったですねガチャとイベントがねシンクロしているので、まあ、こういったね条件があります。今現在開催されているイベントプロスピマーケットが21日に終了しまして、まあ、こちらねガチャ画面の方になります。まあ、このですねガチャがなんと9月22日に終了します。まあ、こちらのね超自チーム S 狙い撃ちも22日に終了しまして、まあ、イベントと、ガチャの終了日がずれている、まあ、こういったねことから、21日はですね外国人 OB は登場しません。先ほどね説明した通り、イベントとガチャが同時に更新されないと、そういったね月末限定のレアリティが、ね、登場しないので、まあ、21日は外国人 OB ではありません。じゃあ一体21日はどういったねイベントが登場するのか、これはですね、まあ、いつも来ている、まあ、普通のイベントが登場すると予想しています。イベントはねどういったものが登場するのか、これはですね前日にね、まあ、動画投稿していこうかなと思います。21日に普通のイベントがね登場すると予想していまして、まあ、イベントにはですね種類があります。本イベントと中継ぎイベント、本イベントは6日間ね開催されるイベントになっていまして、中継ぎイベントは3日間開催で登場するイベントになっています。どちらのねイベントが登場するのか、個人的にですね予想したのが6日間のイベントになります。
17日から開催されているマーケット、まあ、S ラン契約書で、ね、獲得することができるんですけれども、まあ、4日間という、ね、短いイベントなので中継ぎの部類と考えて、まあ、次回ですね本イベント、まあ、6日間の、ね、イベントが来るんじゃないのかなと予想しました。21日からは6日間のイベントが、ね、来ると予想していまして、22日にですねメンテナンスがあります。でなぜにメンテナンスがあると分かるのか、これねプロスペースマンスリー感謝祭の開催期間9月22日水曜の12時59分この時間帯に終了するということはプロスペースの流れ上メンテナンスが、ね、あるという時間帯になっていまして、まあ、14時59分でいいの12時59分はそういった、ね、意味になります。この22日に開催されるメンテナンスが21日のイベントに影響があるのか、まあ、これはですねないと、まあ、個人的には考えています。21日に6日間の、ね、イベントが登場しまして、まあ、いつもよりは2時間で、ね、短いイベント、まあ、そういった風に、ね、考えてください。イベントに関しての情報は以上になりまして、次の日のですね9月22日にガチャ更新があります。まあ、これはですね21日のイベント更新の情報と、まあ、ガチャ更新のね情報ガチャ更新の予想か、まあ、これをね動画投稿するので、まあ、21日のね動画もぜひとも見てください。22日にガチャ更新がありまして、まあ、その後ですね23日、24日、25日、26日と、まあ、特にですね、まあ、更新情報はなく、まあ、6日間のイベントを過ごしてもらいます。まあ、そして終了日がですね27日になりまして、27日に排出停止される選手がいます。こちらのお知らせになりまして、2021年9月27日月曜の15時頃をもって、まあ、この西武の木村さん、日ハムの久門さん、中田さん、平沼さん、オリックスのロメロ選手、まあ、この、ね、選手たちが27日以降は、ね、排出されなくなります。選手が排出停止になった後のガチャ更新、今年の、ね、傾向上、まあ、その後ですね限定ガチャ、まあ、TS とか、ね、OB、まあ、そういったものがですね登場しているので、まあ、このですね27日に外国人 OB が登場するんじゃないのかなと予想しました。月末にいつもね限定ガチャが登場していまして、まあ、そのですね途中で排出停止をする、まあ、そうするとですねガチャのね確率が変わってしまうので、その27日の15時前に排出停止を行いまして、まあ、その後ですね外国人 OB、まあ、そうするとですねガチャのね確率も変わらずランキングイベントも登場させることができるので、まあ、この27日を外国人 OB とね個人的には予想しています。来週のプロスピエースのね大まかな流れ、個人的にはねこういった風に考えています。まあ、皆さんのね意見やコメントはぜひともねコメント欄に書いてください。27日に外国人 OB をね予想していまして、まだね予想動画も出していきます。まあ、その前にですねちょっとね気になる選手がいたということで紹介します。それがですねロッテのマイク・ディアズ選手。この選手の何がすごいのか、まあ、成績ね左に書かれていまして、1990年に打率ね3割1分1厘本塁打が33本で打点が101打点で3盗塁しています。まあ、そしてここがすごくて捕手できます。まあ、今までですね外国人 OB かそのラインナップでね捕手できるね外国人の選手は登場していないということで、まあ、今年登場すれば、まあ、ちょっとですね狙っていきたい選手になります。外国人 OB のガチャはね特徴がありまして、一度ね登場した選手は、まあ、再びですね登場することはあまりありません。まあ、1回限りになっていまして、まあ、その中で、16年17年18年19年20年と、まあ、17年からか外国人 OB は、まあ、マイク・ディアズ選手はね登場していないということで、まあ、今年ね登場する可能性はあります。マイク・ディアズ選手のね、まあ、伝説のプレーがありまして、捕手の時にですね、座った状態から一塁手のですね、辻監督、まあ、これをですね、刺したというね、伝説のプレーがありまして、まあ、座った状態から一塁をさせる、まあ、これはね、多分肩がえぐい、まあ、90ぐらいで登場するんじゃないのかなとも、まあ、予想をしています。はい、ということで来週のねプロスペースの大まかな流れと、まあ、あとはですね、まあ、気になる選手を紹介しました。まあ、明日もですね重要なね動画を投稿するので、まあ、ぜひともですね高評価とねチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回は以上。